18番乗り場の8時17分発特急ハリカ4号京都行きが6両です。では乗り場から普通列車どうも、大阪の YouTuber 北村よしおみです。天王寺駅から京都駅を目指したいと思いますが、今やってきたのは特急はるか4号、キティちゃんのラッピングがされているはるかですが、この特急はるかに乗るわけではございません。天王寺駅から乗り換えなしで京都駅へ行くにはって考えると、最初に思いつくのがこの特急はるかです。さっきやってきたのが8時17分発の特急はるか4号、収録日の令和2年9月27日現在、特急はるかこれだけの本数が新型コロナウイルスによって運休しております。特急はるかとは別にですね、特急黒潮の京都行きもあるにはあるんですけれど、今もう10時34分発の黒潮12号だけ、かつて3往復ぐらい京都行きあったんですけどね。今回乗る京都行きは遥かでも黒潮でもなく、また出るホームが反対側のこちら側のホームです。京都方面とは書いていません。大和路線には朝に何本かだけ奈良へ、そして奈良から JR 奈良線に入って京都に行く便があります。今回は37分発の京都行きに乗ります。平日にも早い時間に何本かあります。反対側に来た大和路快速の かすかに見えるんですけれども、大和路快速の文字の下が赤色、環状線に入るから赤色なんですけど、こちら見てください。 JR 奈良線のカラー茶色の帯が快速というマークの下に引かれております。奈良線の茶色で快速、そして奈良方面京都行きと書かれております。私が大好きな転換式クロスシート、座席の向きを変えて自分のスペースを作ります。8時37分奈良方面京都行きの快速天王寺駅を発車いたしました。ありがとうございます。この電車は大和路快速奈良行きです。9号王子法隆寺大和本線法隆寺は奈良の順に止まります。次は9号寺です。お出口は左側です。9号寺を出ますと次は王子に止まります。お客様にご案内いたします。お手洗いは一番前の車両1号車になります。失礼いたしました。この電車は快速奈良方面京都行きです。自動放送を聞いたとき、大和路快速って思いましたけど、車掌さんから修正が入りました。東武四条前駅と平野駅の間にある百済貨物ターミナル駅、大阪東線上等貨物線からやってきた貨物が大阪南部の貨物の集約基地であるこの貨物ターミナル駅にやってまいります。上駅を過ぎたところで大阪東線新大阪からやってきた路線と合流、臨時特急まほろばが九宝寺から大和路線と合流します。急
久宝寺駅に到着。久宝寺駅は大阪東線との乗り換え駅。またかつてはですね、広大な駅の構内、硫化操車場というね、機関車や客車、貨物列車の基地がありましたけれども、再開発されてマンションなどが今建っております。久宝寺駅を過ぎて八尾、四季、柏原あたりぐらいになると速度をだいぶ上げてきます。確か大和路線は最高速度120キロまで出せたはずです。119キロとなかなか絶妙なところまで出してきました。まあ、GPS なんで正確かって言われるとそうでもないんですけれども、左からやってきているのが近鉄大阪線ですね。この大和路線とですね、大和川をまたいで河内国分、柏、大和高田、大和八木の方に向かいます。大阪府から奈良県へと渡る際、県境を越える際は大和川を何回も渡ります。大阪府最後の駅、河内片上駅ですね。ここ桜がすごい綺麗な駅です。今3号駅を通過します。3号駅からは奈良県になります。今まで大和川と山ばかりだったのが少し街が開けてきましたら、もうすぐ王子駅です。王子駅、奈良県の JR の重要な拠点です。左側から来ているのが生駒駅とこの王子駅を結んでいる近鉄生駒線です。王子駅で和歌山線、そして和歌山線を介して乗り入れている桜井線、そしてですね、今もちょっと言いましたけども近鉄の生駒線と、そして新王子っていう駅名になるんです。でもこの王子駅のすぐそばです。そこが近鉄の俵本線、事実上王子駅と新王子駅同じ駅です。じゃあ王子駅到着です。王子駅はかつて大和という夜行列車がやってきて、この王子駅で増解決して港町、今の JR 難波に行く便と和歌山線を通って和歌山へ行く便があったという時代もありました。そして奥に見えているのが俵本線ですね。新王子駅、新王子駅といってもね、王子駅のすぐそばですけども、そこから出てきた、これが俵本線です。大阪府から何度も渡ってきた大和川ですが、この王子放流時間の今渡った大和川がもう最後になります。もうくねくねしてて何度も渡りますからね。イカルガ町の法隆寺駅に到着。この駅から北へ20分歩きますと世界遺産の法隆寺、聖徳太子が建立したお寺です。大和路線、関西本線にも郡山駅があります。東北本線にもあります。だからこちらは関西本線の関っていう字が切符に書かれます。ちなみに大和路快速は郡山駅、福島駅両方止まります。ご乗車ありがとうございました。まもなく奈良です。それではこの快速列車奈良駅に到着。奈良駅で宮古寺快速京都行きとなります。
時刻表などで見ると列車番号がこの奈良で変わります。奈良駅では9分間停車いたします。9時23分に発車いたします。方向幕というか種別幕ですね、宮古寺快速、快速から宮古寺快速に変わっております。そして奈良から木津、玉水、常陽、六地蔵と無事と止まります。総合車両所奈良支所という車庫があるんですけども、そこを横に見ながら奈良山駅を通過します。大和路快速は奈良山駅止まりますが、京都へ行く宮古路快速は奈良山駅を通過します。木津駅に到着、正式にはここまでが関西本線、関西本線はここから加茂方面、伊賀上野方面へ行きます。そしてここからが JR 奈良線です。で、この木津駅は京都府木津川市なので、奈良県を通らない JR 奈良線と呼ばれております。関西本線の加茂、伊賀上野、亀山方面とは別にですね、片町線、愛称は学研都市線との分かれ道でもございます。この木津駅、その木津駅を出て少し経つと木津川です。この木津川下流に行くと宇治川、桂川と合流して淀川になる川です。JR 奈良線は単線区間と複線区間が入り混じっております。で、田名倉駅で反対側奈良方面行く列車との行き違い交換です。宇治駅を出るとすぐにですね、宇治川を渡り、目の前に見える橋が有名な宇治橋、そして宇治川を渡るとすぐに京阪の宇治駅があるんですけど、大阪からの宇治観光は私は京阪の方をおすすめします。行きやすいです、京阪の方が。宮古寺快速は伏見稲荷の最寄り駅稲荷駅は通過します。また稲荷駅から先は旧東海道本線だった区間です。またこれのことについては何か触れる機会がまた別の動画であればいいのになと思っております。東北寺駅を出たらもうすぐ琵琶湖疎水と鴨川を渡ります。で、琵琶湖疎水の方が道路より高い場所に水面にあるんですね。それでは京都駅に到着いたします。はるかでも黒潮でもない、いや、はるかや黒潮とは逆方向に発車する列車で、乗り換えなしで天王寺駅から京都駅へ行く方法をやってみました。ナビタイムというサイトで8時37分、休日の8時37分を基準に
京都駅まで検索してみましたら、一番標準的な行き方、大阪駅まで環状線で行くっていう行き方だと9時29分に京都駅に着きます。8時38分に御堂筋線乗って天王寺から梅田まで、あ、こっちの方が90円安いんですね。着く時間は同じ9時29分です。そして実際私が乗ったのがこちら、京都到着が10時12分。先ほどの2つのルートと比べると43分遅いということになっております。ただですね、このルートメリットもあるんです。まず1点目は乗り換えがないっていうこと、もう1つはですね、そんなに混まないんですよ。だから天王寺からだったらほぼ確実に座れます。混雑するのは宇治からなので、そういった意味では急がないけど座りたいという方にはおすすめです。では天王寺駅から京都駅まで乗り換えなしで行けるはるか黒潮とはまた違った逆方向に進むレアな運用の快速に乗ってみたという動画をお送りいたしました。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、面白ければ高評価、つまらなければ低評価、そしてコメントよろしくお願いします。ありがとうございました。